え、こんにちは。え、今日はですね、昨日 YouTube でもね、赤尾さんからお話ありましたように、赤尾さんが、今スーパーバンタム級で、戦いたい相手として、ラゴナル選手と、述べてたんですけど、でこのラゴナル選手っていうのは、今 WBO のアジア太平洋スーパーバンタム級チャンピオンで、で、スーパーバンタム級の実力者でありますそのワケシンゴ選手や、まあ、久我選手といったね、まあ、強豪を倒してきた選手と、今勢いのある選手ですね。でこの選手っていうと、まあ、過去に、ワケシンゴ選手 と、OPBF の東洋太平洋の試合をやって、負けた経験もあると、うん、いったところで、まあ、ワケシンゴ選手にとってはちょっと複雑な感じですよね、うん、でまあそのワケシンゴ選手と久我選手を倒した勢いのあるラモナル選手を、赤穂さんがバンタム級に階級を上げて、まだその実績が作れてない中で、そのラモナル選手を倒すことによって、うん、そのバンタム級スーパーバンタム級での、存在感を、うん、表せるだろうっていうふうに話されてたんですけど、非常に面白い試合になると思いますね。うん、あ、絶対噛み合うと思います、うん、で赤尾さんのそのファンとかっていうのが抜きに考えた時に、自分はですよ、その全然忖度なしで考えた時に赤尾さんが倒しきると思います、うん、やっぱりこう、うん、噛み合うと思うし、やっぱり赤尾さんのその武器であるパワーとスピードが、うん、生かされる試合になるんじゃないのかなと、うん、こうね、距離を取ってこう、なんていうんだ、技巧派というんですかね、こう変則的にこういうふうにやられる選手っていうよりかは、ちゃんとこう、噛み合う選手だと思うんで、そうなると、赤尾さんの土俵なのかなっていう気はしますね。まあ、これが実現したら、まあ、非常に楽しみですね。まあ